ちは。こんにちは。はい、せーの。オリケンチャンネルです。今日はですね、ちょっと暑いですけど、今バーベキュー今からスタートしてます。まあ僕はですね、日をその前から用意してたからですね、めちゃくちゃ暑い。ごめんね。暑いで。ありがとう。肉焼く前に自分が焼けてました。いや本当今日はすごい暑い。今週で一番暑いかもしれない。ね、よしそれでは、ね、今からいただきましょうかね。ずっと楽しみにしてた。いただきます。ひっくり返した。ひっくり返した。嬉しいね、あけん。まだ食べんと？食べる。おいしい、うん。肉食べていいと思うよ。あ、これが持ってきた。私はこれです。エリンギね。エリンギとエビ。やろ？肉が食べないから。野菜しかない。いただきます。肉食べるのは食べるけどあまり好きじゃない。これをね、いや、焼く豚肉ね。豚肉一番美味しいね、うん、牛よりも豚やね、うん、俺たちね。で、牛肉あんまり食べきらんで、この向こうは見えてるサンドバッグとですね、あの鉄棒みたいなのは、あれは僕のトレーニングのですね、サンバッグつけた。はい、パパ、ハムがにゃーまだ赤いんですけど大丈夫。いやダメです。いや全然見て、こっち全然赤いんですけど、もう少し焼いてください、うん、危ないし食べます。はい、うん、もう出していいやない。ちょっと待って結構ずっとガチャガチャ言います。おいしい。おぼ、おっか、押したなんで。ソーセージ押したやん。もう一個食べり、熱いだよな、うん、そのうちは可愛いね。どうしたん。あれは作った。幼稚園の頃作った。ね、作ったね。あのこういうやつとかこういうやつとか。これ何歳時ね。3歳。4歳3歳。本当。ロシアでよくバーベキューしてたね。ああ。ロシア行く時大体バーベキューばっかりね。うん、まあね。ロシアのバーベキューではシャシリキね、うん、これと違って。豚肉やろ。豚肉ね、太いの結構。なんか前もちょっとだけ言ってたと思うけど、本当に美味しい。うん、味付け最高。今度一回作ります。ん、シャシュリ行く、シャシュリ行くだ。あとなんかあの前パエリアみたいなご飯作り言ったやん。あれ何やった。プロフ、ね、プロフあれもロシア料理な。まあロシア、ウズベキスタン、元々。ああ、あっち系ね。うん、美味しいよ。あ、パエリアっぽかったけどね。まだそうそうそう、まだまだパパが上手ね、作り方が、うん、まだまだでも私シャシュリ一番好きやけど肉食べんけどね、今。今は、うん、食べたいね、でも、やめます。食べたほういける。食べたいと、いや、その、バーベキューするときはやっぱり、匂、うん、いがすごいいい匂いしてるから、まあね、食べたいと思うけど、後でやっぱきつくなるからやめます。そういえば、ケン、さっき、あの、これ、サンドバッグ言ってたけど、久しぶりに見たいかもしれない。ずっとしてないでしょ。いや、ショーなんしようけど。何日ぐらいしてない今日はしてないね。何日ぐらい見てないから、どうやってトレーニングするのは。ちょっとじゃあ軽く見せろかね。ちょっとだけ見せて。これ好きよ私。はい、OK。じゃあ今からちょっとだけ見せます。ちょっとだけね。今日はちょっとあのトレーニング大体しない日だったからですね。今日は休憩の日だったから。今日はゆっくりする。でも軽めにします。これですね。普通のサンドバッグと違ってウォーターバッグって言って中は水なんですよ。これですね。なかなかないですね。これあの人、うん、叩いてるみたいな。そういう知らなかった？中水、うん、中に水よ。これですね。よほー。こんな感じですかね。かっこーい。あとはですね、ちょっと待ってください。かっこーい。あとはですね、まあサンドバッグ以外。これ何でもここで何でもできるんですよね。例えばこれでこういう感じで筋トレしたりとか。ちゃんと見せて。何今の軽く見せる。ちゃんとしてください。今からいっぱい食べるからカロリー使っていいよ。はい、あ、こうしたりとかですね。こうしたりとか、こうやってしたりとかですね。あとこれ。ダメ。ユーフー。こうやってしたりとか、あと。懸垂とかですね。あとこうやってしたりとか、これなので何でもトレーニングできるので、
いつでも家で何でもトレーニングできます。でちょっと、はあ、休憩に入れたいなと思う時ですね、こうやってこれやりにくいよ、ね、そしたらですねこれ100均でママが買っていらないって言っていいから、これなんで買ったのこれ覚えてない、なんで買ったかな、あ、なんかその棒がなんか使おうと思ったいらないって言って俺に渡されてからです。たまりません。まあこういった感じですね。僕はいつもトレーニングしてるの。ギャン。あ？かっこいいにゃん。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。暑い。飛行機の音がうるさいね。ゴーシなるよ。たまもびっくりして家帰りよったね。あれはバーベキュー何が一番好きな？豚。どっちが美味しい豚？日本でバーベキューかロシアの刺身。それはロシアの刺身。でしょ？ごめんなさい。でも本当に美味しいだから。今度絶対作って見せます。レナ何が好き？バーベキュー。まあね。子供だから、ね。うん、しかないね。てかレオナ肉はウィンナーが食べ物ね。うん。豚肉はレオナ好きでしょ。レオナ野菜が好きやもんだよ。あんまり好きは好き。でもロシアも食べたいよ、好きじゃない、バーベキュー好きなのは好きやけど、あんまり食べない、好きなのは好きだけど、あんまり食べない、ああ大変ね、うん、今からね、バーベキューしたり、バーベキューばっかりね、バーベキューばっかり、外で食べたい、ほんと外で食べるのも一番好き、前、ロシアで住んでた時、ああそれから帰る時、うん、もう夏だったら家で食べないな、あ、真夏だったらやっぱ昼はちょっと暑いけど、でも朝ごはん夜ごはんは絶対外で食べる、うん、作って外出て、外でもう何て言うの、何と言ったらいいやん、家でもない、なんか少し部屋みたいあるね、外で、うん、この家部屋みたいなね、別の、本当に気持ちがいいね、うん、いやあと日本と違って湿気がないき涼しいやん、日陰入ったらね、だから朝と、うん、夕方も本当に気持ちがいいね、うん、昼はちょっと暑すぎて、うん、すぎるね、食べれないけど朝と夜最高、まあね、夜はちょっと蚊が多いね、けん、うん、大好きな蚊一番最初ロシアいた時、私の実家のアストラハン、剣が車から出て、うわやばい殺される殺されるやばい、蚊が10匹ぐらい生きよったっけ、蚊がすごく、蚊多いよ、私の町が蚊がものすごく多い、でも今度剣なんか全部なんか危険なこと、いや多分アジアの地が珍しかったじゃんね、多分なんか分かるかな、目の前見たらほんと十何匹ぐらい、うわっち、いっぱい来よったきね、蚊より私の町で危ないのは別の虫がある、ちっちゃいの剣が多分まだ見たことないと思う、いつも6月ね、いつも行くようなのはだいたい6月終わりか7月です、6月本当に外出られんね、本当アストラハン、私の町ちっちゃいの小さいの虫ね、ただ蚊だったら血を吸う、この虫が食べる、噛んで食べる、すっごく痛いね、なんかちっちゃくてボン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 痛い、本当に危ない、マリアこれ食べてる、ありがとう、でもその虫が、バニラが怖いね、バニラ匂いが嫌だから、アストラハン私の町、夏がバニラ匂いしてる、あったね、なんかバニラとか、バニラ匂いしてる私の町は夏、あそういうことね、そうバニ、すっごいバニラ、どこでもバニラ匂い、汗引き取られたもうね、だってここレオすぐね、お皿取りに行こうと思って席取られてもしょうがないもんね、レオナの椅子、その後ろのタイヤやろ、なんかちょうどいいやんサイズが、そうよね、だって取れんもん、まあ、ちょっとだけね、うん、いや最初はレオナほとんど、もう最初からレオナ、これ本当はレオナの椅子やったね、最初からレオナが最初座っとったき、 あとレオナが持ってきたき、こんにちは、わかったパパ、こんにちは、ああじゃあレオナ野球ばかり食べんやん、まあいや食べれるのが、ま、パパも早く一緒に食べましょう、そうね、じゃあ最後みんなで挨拶して終わろうか、はい、ではまこっち来て、はい、何言ったらいい、はい、グッドボタンチャンネル、おーい、お願いします、おーい、その前は皆さん最後まで見てくれてありがとうございました、はい、ありがとうございます、ファミリーに入ってください、オリケンファミリーに入ってくださいで今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、バイバーイ、パパ早く一緒に食べましょう、グッドボタンチャンネル登録してね。
バイバイ、また見てね。